このコーナーにですね、このように設置されて、自販機が自動販売機が設置されていまして、日常雑貨やお菓子に混じって、売られているのが、マスクなんですね。でこのマスクも今、韓国政府が、海外に輸出しているものの一つなんです。政府の仕方としてはですね、今、今月にはマスクの着用が義務付けられているんですけれども、何を忘れてもですね、このような自動販売機が、ソウル市内の駅に、450台、設置されていまして、このようにですね、1枚、まあ、300円ぐらいなんですけれども、高機能の一般のマスクを買うことができるようになっているんですね。韓国、マスクが十分に足りている状況になっているんですけれども、まあ、そんな中で韓国政府はですね、これまでにアメリカなど22カ国に、合わせて300万枚を求めて提供していまして、さらに70カ国以上から、新たにですね、支援してくれという要請が入っているということなんですね。外交、マスクで、マスクを使った外交をしていると思い得ると思います。その韓国なんですけれども、その他にも PCR 検査の試薬5650万人分を110カ国に輸出をしていまして、その PCR 検査の際にですね、検体を採取するためのオークスル型の検査